夫婦です。お願いします。はい、本日はポン映えスポットが出てありますね、前原スポーツさんの方に来させていただきました。僕は君のパンダ。いいですね。ちょっと仲良くしましょうよ。あれ、なんか俺さ、年始来なかったんだけどさ、あ、そうだ、その説は前原さん本当に失礼しました。本当に申し訳ございませんでした。はい、で、ちょっと年始来てないんであれなんですけど、これローリングスだったっけ。やっぱ時代はメジャーなのかな。うん、ちょっとここはもともと大谷投手だったはずなんですけどね、今年ちょっといろいろありましたね、ニューバランスに変わるとかっていう問題があったのかもしれないし、まあ、単純にもうローリングス押してるのか分かんないですけど、ここの看板が変わったので、まあそこもね、もうこんな外国人メジャーリーガーがバンと出てる幹線道路沿いですよ。なかなかないはずなんで、本当に目につくので、前原さんね、駅からすごい探しやすい場所であるなっていうのは感じますね。はい、じゃあ中行きましょうか。ゴー。はい、ということで店内にやってまいりました。相変わらずの量でございます。はい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 、もう、まあ、安定の水野だったり、まあ、水野 Z D クエストとかね、アトムズとか D バイ M とか JB かデッドストックマーゴ、いろいろとね、ウィルソンもありますし、並んでいますね。で、ちょっと気になったのがワールドペガサスさんのこの指カバーっすよ。新しく出たんですよね、翔平さん。はい。この辺はワッペ関係は多分翔平さんの方が詳しいのかなと思ってるんですけど、この指カバーの内野手モデル、シリザル純くんが、はいはいはい、多分特産 TV 弾丸ライナーズモデルとかで、うん、時に、はいはいはい、シビザル君がこれを使ってました。押しやすいんですよね、多分カバーとして使うんじゃなくて、あの源田選手の特殊指当てみたいなの使い方もできるのかなっていうような、まあどっちでもいけるかなっていうような感じで、折り返しがないんですよね。だからやっぱり押しやすいよっていうようなグローブとなっていて、まあこの形だけ見るとね、ピッチャー用かなとも思うんですけれども、これ実は内野用っていう、これはちょっと面白いグローブですね。はい。で、まあカラーも本当に豊富ですね。こうなると本当に、まあオレンジ系統だったり、レッドオレンジ、赤オレだったり、黒だったりとか、この辺のね、ちょっと濃いめの茶色とかいろいろあったりとかして、で、ちょっと、おお、あるじゃないですか、アクティブームさんのね。で、これ多分片付け済みで、ボックス系の片付けしてるので、いや、いいな、やっぱすっげー手にフィットしますね、これも。大学生とかに結構人気らしいですね。はいはいはい、まあ、カーも強いですしね、大学生の練習にも耐えられるんじゃないかなっていうのはすごい感じますね。いいなぁ、マジで、本当に補給面でこんだけツヤ出てる、やばいっす。よいしょ、よいしょ。で、キャッチャーミットもめっちゃ揃ってますね。オールスターだっけ、あれ、新しいメジャーのメーカーのオールスターだったり、金目、畠山、Z、ミップ、Z が多いのかな、比較的だったりとか、これ小林選手モデルかな、多分こちらのね、なんか小林選手もいろんな型使ってるからちょっとよくわかんないですけど、多分これは小林選手モデルだと思います。はい。で、ちょっとこっち行きますか。この順景めちゃくちゃいいな。最近ね、使ってる選手どんどん減っちゃいましたけど、ライムイエローの準慶の投手用、なんかいつだかの高校2006年の、田中投手の甲子園の時のね、カラーリングを彷彿とさせるような、いい色っすね。めちゃくちゃ派手、これもかっこいいっすね。で、まあ本当に言えるのが、珍しいグローブ多いですよね、前原さんって。千秋もあるし、左利き専用の千秋があったりとか、サンクもあったりとか、まあ、あんまり関東でもかなりコアな、メーカーが置いてあるスポーツショップなのかなっていうのは感じますね。スラッカーのグローブも、もうほぼ片付けされてるんじゃないかな。まあ、スラッカーってね、ちょっと癖あるんで、こうやって片付けしてくれていると。だから補給面のデコボコはスラッカーなのに全くないっていう。いや、片付けうまいなぁ。いや、それを前から知ってるんで、なんだか今更言うのもあれだけど、マジで本当に今のスラッカー、これマジで良かったです。あ、学生だ、入門モデル、この辺が佐伯だっけな、これ、これ佐伯の入門者グラブっていうのかな、公式入門グラブで、学生価格で学生が買うと安くなってるとかっていうのがあったりとか、うん、リクエストもに入ってるってことは、
ちょっと安くなってるのかな、結構。結構でも、あ、ちょっとでもないや、結構安くなってる。これ多分外野手用オールラウンド。どっちだろう。外野手用ですね。ちょっとコンパクトめな外野手用のグローブで、このツヤですよね。はい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 。アトムズまでね、こっちに入って、おーほー、ユースモデル。35,000円、まあ、35,200円か、ユースモデルで。だから中学生向けだったりとか、小学校の公式の高学年とか、T 選手向けにはすごいいいんじゃないかなと思います。で、最後見てください、 USA ローリングス。僕がまあ気になったのはこれですよね。非売品ですけどね。こういう風にね、あの非売品で外国のグローブってどんなんだろうっていうのを手に取って確かめられるっていうのは、なんかすごくこっちとしても、あ、こんなグローブが外国の人使って、でかっ、これ内緒でしょ、誰も出る、マニー、マッ、マッチ、マハド、マハド、わかんない、マッチャード、え、マッチャード、俺メジャー全くわかんないからさ、あのパドレスの、そうそうそう、パドレスだ。これ本当にね、だから外国の人のグローブちょっと重いなって。で、まあこの横にね、あのジャパニーズの方だけど、日本のローリングスもこんなに揃ってて、これちょっとアメリカンチックだよね、ラベルが。まあ、といったような感じで、海外とね、日本の方で比べてとかっていうような形のローリングスの、物比べ、グラブ比べとかっていうのもできるお店なので、まあ、公式用だけでね、こんだけあって、まあ本当に詳しくはちょっと紹介できなかったんですけども、次回の動画で、まあ、次軟式かなの方を見てって、ちょっと詳しく紹介できればなと思います。はい、ということで、本日は前原スポーツさんでグローブ紹介の方をさせていただきました。あの概要欄にね、リンク、各種リンク貼ってありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、よいしょー。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。